最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日には程遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。言った3か5くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋳竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋳竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋳竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋳竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋳竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋳竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋳竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、鋳竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は鋳竜といって、双竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、鋳竜に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双竜型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は鋳竜が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは、
効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリートーティアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、横流については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、騎走馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。